What is up, everyone? シリコンバレーのあゆみです。本日はすっごい暑い中、まだ4月1日なのになんでこんな暑いんだろうというぐらいの温度の中、皆様を連れて日本食品店へ向かっています。このチャンネルではシリコンバレーの生活について発信しているので、シリコンバレーでの日系スーパーはもういくつか行ってるんですよ。三つ輪マーケットプレイスと大阪マーケットプレイスというところへ皆様を連れて行ったことがあるんですけれども、今回はまだこのチャンネルで紹介していないにじやっていうところへ行ってきます。では皆さん、今日もできたら最後までどうぞよろしくお願いします。日本食品店をお楽しみいただければと思います。皆さん、にじやに着きまして、今パーキングスポット、今ちょっと駐車場を払ったところなんですけれども、マスクします。マスクね、みんなに見せたかったんですよ。これアメリカのマスク面白いじゃないですか。ゴムになってまして、あとここ上の方に鼻のところなんですけれども、綿なんですよ。あとね、こうやってやるとね、このゴムをこんな感じに上にやって、準備完了、にじや行ってきます。ただいま、買いたいもの買いました。では帰りたいと思います。そして帰ってから今日は鍋にしようと思ってるんですよ。まあ本当になんちゃって鍋なんですけれども、そのね、様子も皆様にお見せできたらなと思います。では車に行きます。 Expires in 4 minutes! ギリギリでした。もう4分、あと4分だって、詰めなきゃ。バスストリートパーキングから出たところなんですけれども、数ヶ月間で街並みってこんな変わっちゃうんだっていうぐらい街並みが変わっておりました。サンホセジャパンタウン、このにじや周辺のところなんですけれども、私が家を探してた時にそこの街並みを撮っております。ぜひ気になる方は、その、ね、動画を概要欄に貼っとくので、ぜひよろしければジャパンタウンの周辺の家はどんな感じの家なのかをぜひ見ていってください。ではあと25分で家に着くという話なので、ちょっとドライブしてからまたお会いしましょう。ビタン、are you ready? 3 Please come. 1 うわです。なぜかさつま揚げと椎茸類とお豆腐なんですよ。うちは面白いでしょ。さすがなんちゃって国際家族です。では夕飯食べます。いただきます。何よりも皆様に伝えたいことは、シリコンバレーっていう地域は日本人としてめっちゃ住みやすいっていうところです。今日行ったところはにじやっていうところなんですけれども、その他にも日系スーパーって三つ輪とか大阪ってなんかいっぱいあっちこっちにいろんな日系スーパーがあるわけなんですよ。あとその他にも中国系とか韓国系とかフィリピン系とかのスーパーに行きましても、日本食品がなんかずらーっと並んでいるので、なんか安心できるところです。
もういつでもお刺身を食べれますし、まあ、毎日お刺身食べたくない気持ちは分かりますよ。でもお豆腐とか納豆とかそういうのどこでも買えるように最近なっているので、とても住みやすい地域となっております。では今日は本当にこんな感じです。ぜひ次回もできればよろしくお願いいたします。シリコンバレーのあゆみでした。乾杯、またね。で終わりにしたかったんですけれども、ちょっと聞いてください。この札幌ビールね、なんとプロダクトオブカナダなんですよ。興味深いですよね。そしてまあいつもうちのワンコはね元気なのかっていう声も時々入るので、本当にお疲れ様でした。またね。